ンジャマン・ゴダールというフランス生まれのユダヤ人の作曲家なんですけれども、この人もですね、先日紹介したカリンニコフと同じように結核で苦しみまして、40代の若さで亡くなってしまいました。しかしその短い生涯の間に、音楽辞典なんかによると驚くほどたくさんの独創的な作品を残したというふうに言われています。ただ、その作品のほとんどはもう忘れ去られてしまってですね、今ではほぼ演奏されるのはこの、ジョスランの子守唄一作と言ってもいいぐらいなんですけれども、さあ、このジョスランの子守唄のジョスランというのはオペラの名前なんですね。で、どんなオペラの筋なのかも今ではほとんどよくわからないんですが、とにかくそのオペラジョスランの中に出てくるですね、テノールの子守唄、これは単独で演奏されることがありまして、これを今日はですね、ピアノ独奏版で演奏したいと思います。このジョスランの子守唄、皆さんご存知でしたでしょうかね。私はなんとなく聞いたことあるような気はするんですけれども、タイトルはよく知らない曲で、今回初めて、ああ、こういう名前の曲なんだなって知りましたが、以前は非常に多分ね、人気があって、特にこのね、全音ピアノピースの最初の方が編まれた頃っていうのは、今からもう70年、80年とか前でしょうか。その頃はですね、大変人気があったようなんですね。それから時代を経て、だんだんこうね、知名度が落ちてしまう曲っていうのもやっぱりあったりして、でもこのようにね、楽譜が残っているといつでも演奏できるっていうのはいいところかなと思います。